はい、今回も動物の森ハッピーホームデザイナーをやっていきたいと思います。前回の続きからやっていきたいと思います。じゃあ今回もね、デザインしていきたいと思います。じゃあ一旦出て、おお結構いるね。で確か ここにもいるんだよね。おお、パンのおかわり自由。まあちょっとね待ってください。一旦ここら辺を回ってからやりたいと思います。おお、この人は多分お買い物かな。でこの人はアンです。何をしようか。この人多分、仕事帰りかな。まあこのぐらいかな。ここもある。あとここら辺もある。おお。学習か。まあ一応僕これにしたいと思います。ファンのおかわり自由。希望イメージ。ファンのおかわり自由。なんだろう。ファンを作る。いや、パンのおかわりだから、なんだろう、フォアグラ、フォアグラですね。なんかアヒルっぽいから、どこだろう。ここら辺。あ、ここら辺結構いいよね。じゃあ、ここら辺にしたいと思います。まあ、ワンルームでいいかな。いつも通りこのぐらいでいきたいと思います。オッケー、じゃあいきましょう。フォアグラさん、おお、こんな感じか。いい景色でしょ。すごい、本当本当にすごい。いやー、いい景色だ。じゃあまずは希望イメージがパンのおかわり自由。その意味がわからないんだよな。まあパン好きっていうことかな。パンの色をしているなんか感じかな。まあ一応屋根の色は結構意外といいから、あとドアもね。だから柵なんだよな。柵はなんかちょっとこんな感じかな。で、まずカーペット。パンの色。パンの色は、これなんだろう。いや、違う。これかな ?L サイズどんな感じかな。いや、でかいかな、これは。ちょっと見てみよう。ちょっとでかいかもしれない。それかこっちに置いて、で、あ、ここまでか。それか家を、いや、これだと変になる。だけど意外とこれも変だから、これちょっとやめて、大きさ調整しよう。S サイズはどんな感じ？まあいい感じかな。いや、もうちょっとでかい方がいいかもしれない。じゃあ M サイズで。 M サイズならちょうどいいかな。まあまあいいかな。じゃあ次は木をね植えていきたいと思います。まあ、木は小さい木。おお、こういうのあるんだね。いいね。これ3つぐらいちょっとね置きたいと思います。よし、こんな感じで、あとはまあなんかちょっと育ててる感じを。
しこんな感じでいいかな。であとはなんかないかな、外に置くもの。置くものね、置くもの、まあ、一応噴水とかを置いとこうかな。おお、いいね。よし、こんな感じで。こっちどうしよう、なんか置くものあるかな。どうしよう、コンパクトか置こうかな。おお、いいねこれ。いや、いいねこれ。おお、ちょうどいい。よし、じゃあ中やっていきたいと思います。パンの色な感じか。色っていうか意味、パンのおかわりイメージか。ということは、こういう椅子も必要っていうことだよね。あとは、まあ一応フォアグラの写真は置こう。いや、これはもういい。次はここなんだよな。ベッドいるよね。一旦ちょっとよくあるベッドを置いて、ちょっと壁紙とかつけようかな、もう。よし、こんな感じで。よし、こんな感じで。これなんだ？名前なんだろう？トングトレー台。あれか、あれだね。じゃあ、ということは一応まず机を、これ、あ、いや違う、これ、まあ、これをまあ3つぐらい。あ、じゃあベッドいらないかもしれない。ベッドじゃなくてテーブルをこうやって、こんな感じでいいかな。よして、パンをこうやってね。いや、出しすぎた。こんな感じで、これはいらないかな。じゃあトレーか。じゃあ、あとは机ですね。こうやって食べるやつを。こんな感じ。なんか変なんだよな。まあいっか、こんな感じで。なんか変なんだよね。で、あとテーブル一つ、この小さいのを、ここにフォアグラの写真を。で、あと壁掛けテレビも置こう。壁掛けテレビあるかな。これかな。いや、違うね。どこだろう。いや、違う。ここではないな。この、あ、これ何？あ、うん、そういうことね。壁掛けないね。
よし、これで、おお、真ん中、ちょうど真ん中。いいね。で、まあ、これ2つぐらい。よし、こんな感じかな。よし、多分大丈夫かな。じゃあ、これで終わりたいと思います。完成しました。はい、できました。フォアグラさんの家っていうか、なんか、お店みたいな感じになっちゃったんですけど。パンのおかわり自由。なんなんだろう。家？家じゃないよね。普通にお店だよね。まあ、ということで、一応今回はここまでにしたいと思います。くしゃみをゲット。はい、セーブ中です。じゃあ一応今回も日報を書いて終わりたいと思います。じゃあ日報を書いて終わりたいと思います。今日の仕事を終える。日報を書く。セーブ中。はい、ということで一応今回も動物森ハッピーホームデザイナーでした。次回も多分でかいやります。確かパート37ぐらいなので、あと3回ぐらいだと思いますが、まあ、一応今回はここまでにしたいと思います。見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録、あと高評価もお願いします。ではさよならー。